お疲れちゃんです。ラットです。ということで今回もねクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はねこちらの迫撃ディガーを、使っていきたいなと思います。はい、枯渇迫撃です。で、まあ、こちらなんですけど、YouTube のねコメント欄で何のデッキ使ったしってそのいろいろねあったんですけど、動画内で言ってコメントでこれ使ってほしいとかいろいろあって、まあその中でね結構迫撃が多かったので、今日ははい、まあシャーなしで使っていきます。はい、まあ迫撃デッキはあんま動画出してる人がいないっていうのはあるんですけど、まあコタぐらいかな、僕が知ってる中で。はい、なんで皆さんコタのね動画ぜひ見てみてください。でまあこれなんですけど、まあコツと言いますか、一つまず意識しとかないといけないことは、まあ、両サイドに振るっていうことがまずね結構大事になってくるのではないかなと僕は思ってます。まあ言ったらゴレとか、まあ、ラバとかその重量級に対して正面から挑むとあれなんですよ、守れないんですよね。結局硬い作られてそのご両親の方が結局強いので、そういう時にしっかり逆サイ振って形を作らせないっていうのをね意識しないと、ボコボコにねされちゃいますので、まあ、また相手がね、高回転のね、削り系だった時には、逆に、もう1-1で勝ったりっていうのもありますので、そこのちょっとね、判断がまた大変にはなってきますね。よいしょ。まあ、これ適当に小物を流してからのディガーつなげて、スパーキーですね。スパーキーも言ったら一緒で、逆サイに、振るだけでいいんですけど、ここちょっとね、テイトサイクルが辛いですね、これは。これね、なかなかテイトサイクルが辛いですね。え、これ待って。これ一回防衛破棄したかったんですけど、このギャングは無視されるので、ちょっともったいないですね。で、これアウトローで、挟んで、アウトローでこの挟みを覚えておくと大事ですね。防衛が受けてくれるんですよ。あ、ちょっと待って、下手。防衛が受けてくれるので、よいしょ。あ、いや、めっちゃイズアップされた。やばい。あ、危ない。ちょ、危ないしか言ってない。ここちょっとエレキやりすぎ。エリキやりすぎですね。はい、まあ、スパーキーに対しては基本的に防衛迫撃したいですね。か、まあワンチャンのアウトローでああやって受けれますので、逆サイ攻め迫はダメだな。あ、基本的にディガーギャング、相手がザップだったらディガーギャングで、ウッドだったら、まあ、ディガープラスコウモリとか意識しつつやると、これだけで結構ダメージ稼げるなと思います。でファルチが咲いてるので、ここを攻め迫撃すると相手はエリゴレかスパーキーで受けてくるんですよね。スパーキーで受けてきたら美味しい。コマ溶かしちゃいますね。よいしょ。あ、いやでも、OK。スパーキー溶かせれば、もうここはね、結構安パに守れるのではないかなと思います。で、こっち側のタワーはダメージそんな受けてないので、まあ、結構ね、緩くね、守る感じで、今相手ザップ使ったよねっていうのをしっかり覚えておきつつ、もうハルチもあるので、アウトローで蓋して、リガーも飛ばしますと。よいしょ。まあでも、エリゴレで受けられるんですけど、結局これもアドになるので、で、タルババを殺しつつ、これ5打っていいな。5打って、あ、エイムは許して、でもこの間のね、ディガー削りが結局本命ですので、まあこうなったら一回、スパーキー来たら一回盛りつつ、ここでね、逆サイね、攻めることによって、エレキかまあなんかを咲かせられますので、そしたらこっち側ね、結構軽く、楽に防できるのではないかなと思います。一回受けてからしっかり囲んであげて、もう完璧ですね。もうこれ。で、逆サイもディガーも何しても勝てますよ、これ。はい。って感じで、しっかり逆サイ攻めるのも大事ですね。まあ、右側も左側もね、どっこいしょゲーミングしてますからね。まあ、右にエリキかな。うん。まあ、そっちザップ裂いてコストがないよーって感じで、よいしょ。はい。まあ、みたいな感じでしっかり相手のスペルをまず把握して、そのスペルがウッドならば、まあ、ディガーギャングはウッドだけで抑えられるので、ディガーギャングはあんましないよと。まあ、相手がね、ウッド使った後であるならば、ディガーギャングはね、結構最強だと思います。まじ、ディガーギャングですね。結構大事です、これ。と、まあ、ディガーコウモリ。相手がウッドならば逆にディガーコウモリを意識。ザップならば、さっきのね、ケツスパーク来た時に逆サイディガーギャングっていうのを、まあ、やるだけで、また変わってきますね。はい、というわけで、まあ、ゴーレムとかに対して、ケツゴレされた時に攻め迫撃をしたら負けるので良くないんです。ゴレに対しては、ケツゴレされたら、ディガープラス、まあ、もう1枚ですね。攻めすぎも良くないんですよね。攻めすぎると攻めすぎるで無視されてしまうので、確実にね、対ゴーレムに対しても守るっていう、
意識で立ち回っていただきたいですね。よいしょ。相手は、クロスボウですね。クロスボウに対しては、結構ディガープラスファイアーボールでクロスボウを壊したり、まあ、アウトローやりゴムで受けつつ、タルババもあるのはね、クロスはね、ちょっと見てもらった方が早いかなと思いますね。これね、アウトローで受けて、ファイブ打たれたらギャング出してを繰り返したいですね。よいしょ。あ、これはね、結構ディガー5でいいと思います。このディガーをなんかクロスに当てずにもうタワーに飛ばして削って、この間にこのヤリゴブリンたちが端から割ったらヤリゴブリン、コウモリ、ゴブリンたちがクロスボウを殴ってくれるんですよね。ですので無理にディガーをクロスに当てる必要はないと思います。はい。でここも、まあ、攻め吐く息は全然していい、全然していいと思うんですけど、ちょっと 0.1 ヤードぐらい普通にアド取られてるので一回受けからいきます。でこれワンチャンスケで延命されると厄介ですけど、オッケーオッケーオッケー。でケツコウモリとか様子見つつ、オッケーオッケー。これですね、これまた同じ、ここのクロスでまあ5は届かねえわ、オッケーオッケー。これでこの上の小物でクロスを壊せるので、無理にディガーをクロスオブに当てる必要がないんですよね。そしたら相手のこの防衛クロスは結構無駄になってるんですよ。僕は今の間にタワーにディガー分ねダメージ与えれますので、こうテスラ警戒ですね。で、これテスラ警戒ですね。おい、それはやる。やる男。で、ここで一回ね、逆サイにも攻めておきたい。よいしょ。で、攻めておくことによって、あっちにね、相手はコストを使わないといけずに、いけずに、行かないといけないですし、クロスも守んないといけないっていうので、よいしょ。こう、クロスを変えたときに、全部守るにしちゃうと、ダメージ稼げなくなっちゃうんですよね。ですので相手が攻めクロスしてきたけど、一回守ってその後もう一回攻めるみたいなのが大事になってきます。ここちょっとあれだな、防衛クロス残さない用のファイアボールですね。まあミリぐらいから残って、はい。というわけでちょっと集中してますね。でこれはアウトローとか出さずに回してこれワンチャンファイアボール打っていいな。あーダメだ、ここはアウトローで打っときたら、ヤリゴブリンとか追加してあげて、オッケーオッケーオッケー。逆入ってますね。これ無理に、ギャング出さずにファイアボールでいいですね、一回。よいしょ、落ち着いて。で、まあ先にもう防衛迫撃置いちゃいたいですね。防衛迫撃置いて、セムクロス相手に置きにくい状況を作らして、アイゴレから展開しないと相手は絶対ダメですので、あ、これ迫撃がタゲ取る。ここで、まあディガーと、ヤリゴブとかでもいいかな。多分守れると思うんですけど、あれ、そう、迫撃が生きてますので、このディガーで削りいって、よいしょ。クロスボウにはね結構まあむずいんですけど、まあ慣れればといったところですね。結構スペルがウッドになると、あ、相手も諦めましたね。スペルがウッドになるとそれはそれでまたちょっとね難しくなりますけども、はい、といったところで、よいしょ、こんな感じかな。YouTube って書いてます。YouTuber 撃破しましたね。はい。というわけで、ラスティーンベイビー行きたいと思います。新カードがね、出るって言われましたね。ヒーラーか。ヒーラー。まあ、どうなんだろう。4コスっていうので、HP がね、結構高かったイメージがあります。なんか、バルキリーぐらいかな。なんか、結構高くて、クラクラにヒーラーっていうカードがありましてね。それから多分来てると思うんですけど、クラクラだとユニットの後ろにつくんですけども、自分からね、イケイケちゃんなんですよね。こいつヤンキーだな、マジ。イケイケちゃんヒーラーなので、もう自分が盾になるというか、もう自分からどんどんね、まあ、近距離ユニットっていう感じですね。で、自分の周囲にいる味方を回復させるみたいな感じだったと思います。なんか詳しくは多分またね、みんなが YouTube 出してると思うので、それを見ていただいた方が早いと思うんですけど。よいしょ、で、ここで、まあ、軽く攻めますね。無視はできないような攻め。ああ、まあ、これはしょうがないですね。で、一回守りますね。今逆サイヤリゴブリンしても無視されるんですね。で、今みたいなディガープラスなんかって無視できないじゃないですか。無視して、おう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 、世界が違う。世界が違うよ。これ、柳雨とか飛んできそう。やめてー。うんふふふ。あ、で、何もないんかい。なんかしろよっていうのは今ちょっと思いましたけど。これちょっとタルボブでいいな。よいしょ。痛いのでと思ったっすけど、全然でしたね。まあ、ウッドで、相手もウッド絶対回っていないので、なんかもう一枚された瞬間か、コスト10なる瞬間にディガーギャングしたかったですけども、
ゴレバルーン、はい、あ、ヒールの話してたのか。まあ、ヒールちょっと楽しみですね。まあ、ヒーラー出すならちょっとヒール加工じゃなくて情報してくださいっていうのはすごいね、まあ、僕の願いと言いますか、ちょっと使ってた身からすると辛いのもあるんですけど、まあヒーラーでもいいかなっていうのあります。ちょっと楽しそうっていうのありますね、新カード。はい、回復系なので今まで回復系はなかったので、また新しいの出て面白いなと思います。あ、ここちょっとタイミング被りましたね。あんま同時にやりたくないんですけど、このゴレ来た瞬間にこの攻め反撃っていうのはあんまやりたくないんですけど、でウッドあるのでここはディガーギャンクせずに、で防衛反撃回して、よいしょ、あ、ちょっとやばい、これ殴られる、これちょっとやばい、あ、うん、危ない、これウッド裂いたのでアウトローで守れますね。 OKOK、 でバルーンですね、これ問題、これでコウモリいるんですよ。一回我慢して OK、 あのアーチャーがねタゲをあっちに行った瞬間に OK、 いい防衛ですね。一回落ち着いてゴレの小物と一緒に処理といった感じですね。いや、待って、一個話したいことあったんですよけど、もうこの動画ちょっと終わるっすね、マジで。ウッド裂いたのでディガン200でもいいけど、なんか来る、 OK、 ファイボー来る、今の間にディガー飛ばして、このディガーって多分ホープ削る、タラボボディ処理、やに勝ったな。これ多分このタイミングの結合で相手やってますね。あの、一個話したいことがあったんですけど、ちょっと話せなかったですね。今日動画2本上がるんで、まあそっちで話そうかな。はい、なんでぜひね、ちょっともう1本の方ね、あの見てほしい。本当に結構面白いんですよ、これが。またなのでちょっとね、はい、これちょっとただただ3連勝するっていう動画になっちゃったんですけど、まあそういうのもあっていいかなと思います。結構ね、ボンネキで今勝ってますですので、はい、まあぼちぼちね、今の環境でも参るのではないでしょうか。というわけで、本日はね、こちらの迫撃使ったんですけど、まあコメント欄でね、また書いてください。僕がいいなと思ったというか、まあこれはまだまだ、まあほどほどには使えるなと思ってご紹介するので、はい。というわけで、よければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。では、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。